はい、皆さん、こんにちは。東京大学工学部化学生命工学科バーチャル研究室見学会、野崎研究室の部へようこそ。私、助教の楠本です。今日は、我々野崎研究室のメンバーがどんな研究をしているかっていうのを紹介させてもらいたいと思います。この後、順に野崎教授、岩崎准教授、僕、金助教、パル特任助教から、少しずつお話をさせてもらいます。では、まず、野崎先生。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。化学生命工学専攻野崎です。野崎研究室では、有機化学、高分子化学の研究を行っています。これらの研究に興味のあるあなた、ぜひ一緒に本気で取り組んでみませんか。私たちは、分子触媒を中心に、さまざまな分野の研究をしています。分子触媒とは、触媒作用を示す金属中心の周りを配子と呼ばれる有機分子が取り囲んでいます。こうして全体として一つの分子で理解できる触媒のことです。この分子触媒を用い、再生可能資源活用に向けた触媒反応の開発、新規重合触媒による機能性ポリマーの合成、デバイス構築に向けた方向軸化合物の合成、均一系の正確さで機構を論じられる不均一系触媒の開発を行っています。具体例を挙げましょう。有機化学の力で何ができるでしょうか。私たちは今を変えたいと思っています。ポリエチレンは最も身近なプラスチックです。ここにコモノマーと呼ばれる分子を少しだけ取り込むことによって、その性質を大きく変えることができます。例えば、このユニットを取り込むことで、ポリエチレンに光分解性という性質を与えることができます。環境問題の解決に貢献したいと考えています。螺旋状の配子を持つヘリセメタロ線。この分子はスピン選択的透過など有機材料としての応用を期待しています。また、未来を開きたいと考えています。二酸化炭素を原料とするプラスチック。この物質の29%は二酸化炭素でできています。また、バイオマス原料として有用な有機分子を作ることも可能です。これらの触媒反応の開発をもって未来に貢献していきたいと考えています。野崎研究室には様々な背景を持つ人たちが集まっています。国籍も、また研究分野のバックグラウンドも違う人たちが集まることによって、より高値を目指すことができると考えています。有機化学、高分子化学、本気で研究したいあなた、ぜひ一緒に研究しましょう。こんにちは。准教授をしている岩崎です。私たちは有機合成反応に用いる触媒の開発研究を行っています。有機合成反応では、金属触媒を用いて分子を活性化することで様々な有機分子を合成しています。ところが、これまでに開発された金属触媒だけでは、望みの反応を全て網羅することはできません。そこで、複数の金属からなる触媒を開発して、新たな多機能金属触媒を開発することを目指しています。多くの有機合成反応では、複数の分子をつなぎ合わせて新しい分子を作ります。その時に、一つの金属だけでは効率よく分子をつなぎ合わせることができません。そこで私たちは、複数の金属を 含む新たな触媒を開発して、分子を効率よく活性化することを目指しています。これまでにも、金属を複数有する
触媒が開発されてきましたが、私たちは性質の異なる金属を組み合わせて、これまでにない触媒を開発することを目指しています。また、金属をつなぎ合わせるときに、そのつなぎ合わせ方にもこだわって触媒を開発しています。例えば、金属同士の間の緩やかな結合による触媒設計や、配子と呼ばれる分子で金属をがっちりとつなぐといった触媒設計によって、その機能を制御することを目指しています。具体的な例を2つ示します。一つは、ロジウムという金属がマイナスの電荷を、リチウムという金属がプラスの電荷を有していて、この二つの金属同士のプラスとマイナスで緩やかにつながった触媒です。この触媒を用いると、エーテルと呼ばれる炭素と酸素の結合を切断して、新しく炭素と炭素の結合へと変換することができます。この触媒反応では、ロジウムとリチウムやマグネシウムといった金属、両方が反応に関与しています。例えば、このマグネシウムの場合には、酸素に配して、この炭素と酸素の結合を弱めることで、ロジウムによる反応を促進しています。もう一つの例は、環状の配子で金属をがっちりつなぐという分子設計です。ここに示すように、環状の配子、有機分子からなる配子を用いることで、3つのコバルト電子と1つのランタン電子をがっちりと組み合わせた触媒を開発しました。この触媒を用いると、エポチサイドと呼ばれる分子と二酸化炭素からこういった高分子を合成することができます。この合分子のうち、ここの2つの酸素と1つの炭素は二酸化炭素由来の分子です。このように異なる金属を2つ組み合わせることで、今までの1つの金属の触媒では難しかった反応を効率よく進めることができることが分かってきました。このように触媒は現代のものづくりに必要不可欠な技術ですので、皆さん一緒に研究しませんか。はい、ジャカの楠本です。僕もさっきの庭崎先生と同じように金属錯体を使った結合切断形成を研究しているんですが、まず有機化学、有機合成化学において科学者ができることって詰まるところ、結合を切ること、それから結合を作ること、まあ、2つだと思います。その中で、じゃあ、どの結合をどうやって、どういった形式で切るかっていうのが大事になってくるんですが、特に僕が研究しているのが、金属配子共同的。ちょっと言葉は難しいですが、金属錯体のうちの金属中心とそこに配位している配位子っていうのがあります。この二つがある結合。原子と原子だったり、原子団と原子団だったりをつなぐ結合を、まあ、一緒に、同時に切る。で、その配位子の上に、ね、プラスの原子団。それから、金属の上には、まあ、一般的にはマイナスの原子団が、くっつきます。で、まあ、今までこの形式を使っていろんな結合を切ってきたんですけれども、まあ、この辺の結合を切ってきたんですが、今日一つだけ、本当に直近の、多分この動画の1ヶ月前ぐらいに公開された結果ですかね、を紹介したいと思います。酵素と水素の結合を切るという話です。で、酵素、馴染みないかもしれませんが、まあ、身の回りには結構あります。で、酵素っていう元素は、水素よりも電気陰性度が小さいです。このように、水素よりも小さいです。ということはどういうことかっていうと、酵素水素っていう結合は H- B+ に、分極しています。なので、これまでの酵素水素結合の切断っていうのはもうすべて、基本的には、酵素プラス、H-
っていう切断はよく知られてたんですけれども、今回私たちはここにあるようなかなり込み入った構造を設計して作ることによって初めて、ホウ素水素っていう結合をホウ素マイナス、ここにあります金属状の、ホウ素アニオン、それから、配子状の水素プラスに切断することができましたっていう、まあ、つまりそのそうですね、あ、これその切った後の錯体を直接見たという、はい、かっこいい絵です。で、いつも何してるかっていうと、結局狙ったターゲット起こしたい反応に対してその分子だったり錯体だったりを設計して、で実際に作って、で狙った反応だったり、もちろん、まあ、狙ったことじゃないことも多いんですけど、予想外の反応が起こったりするのを楽しんでます。はい、以上です。こんにちは、野崎研究室助教の金です。触媒のマジックを利用して地球に優しいものづくりを実現するために、新規触媒および反応の開発を行っております。触媒といっても皆さん普段接することがほとんどないと思いますので、あんまり馴染みがないと思いますが、実は我々の身の回りのいろんなところで、触媒が使われております。例えば自動車の排ガス処理触媒が、その一つです。もう一つが、光触媒を、上げることができます。建物の、壁に光触媒を塗ることによって、汚れなどが、日が当たると、分解して、壁をきれいに保つことができます。また肥料の製造、特にアンモニア製造触媒は人類社会の発展に大きく貢献してきました。我々が普段使っているプラスチック、化学繊維などの製造においても触媒は欠かせないものとなります。さて、触媒とは果たしてどういうものなんでしょう。一言で言うと、化学反応の反応速度を速めるが、反応の前後において変化しない物質を言います。反応の前後で変化しないので、一般的に反応物より少ない量で十分です。必要な量は決して多くないですが、触媒なしでは化学産業が成り立たないです。触媒の仕組みを簡単に説明します。ここに反応の進行に伴うエネルギー変化を示しております。横軸が反応の進行を示していて、縦軸はエネルギーを表しております。反応物から生成物へ変化するためには、この山を越えなければいけません。これを活性化エネルギーと言います。山が高いときは反応を進行させるために高いエネルギーを与える必要があります。触媒というのは、この山の高さを低くすることによって、反応の進行に必要なエネルギーを、低くしてくれます。これによって反応が進みやすくなり、反応速度も速くなります。化学反応に使われている触媒は主に不均一系触媒と均一系触媒に分けることができます。不均一系触媒とは反応媒体に、溶けないものを言います。反応媒体に溶けないので触媒の回収再使用が、容易になります。しかし分析が難しく、触媒の仕組みを、解明することが、非常に困難です。一方で均一系触媒は反応媒体に溶けるものであって、触媒の回収再使用が、困難となります。均一系触媒は不均一系触媒に比べて、触媒の仕組みを解明しやすい利点を、持っております。我々の触媒研究は、再生可能資源の有効利用を可能にする、固体触媒の開発に焦点を当てております。先ほど説明した通り、固体触媒は高い熱安定性を持ち、回収再使用が容易であることから、基礎化学品合成プロセスのおよそ8割以上に用いられております。我々は再生可能資源である木質バイオマスから容易に入手できるリグニンを固体触媒を用いて可水素分解することによって、ベンゼン、トルエンなどの基礎化学品を合成しております。これらの基礎化学品は従来の化石資源からの合成または分離することによって得られてきましたが、もし再生可能資源から合成することができれば、
持続可能な化学産業の実現に大きく貢献できると思います。My name is Shinran Tupal and I'm a assistant professor in Kyoko Nozaki's lab at the University of Tokyo. In our research program, we are designing catalysts for hydrogen storage. Why do we need hydrogen storage? Well, we all need energy to power our homes and drive our cars. Usually, petrochemicals, nuclear, or electrochemical sources are used to produce this energy. These areVery waste producing and unsustainable. There have been other implementations where wind, solar, or biofuels are considered to produce the energy we require. However, these are very environment friendly, but very inefficient. Hydrogen can be an excellent source of energy because when we burn hydrogen to produce energy, the byproduct is water. It has a very high energy density.But the question is how to safely store it and transport it. A few of the ideas that are used to store hydrogen involve physical storage using cylinders, cryo-compressed tanks, or liquid hydrogen. There is another approach that is called chemical storage, which involves splitting off hydrogen into metal organic frameworks, into metal hydrides and alloys. One particular interestingsubstrate that we are looking at is called chemical hydrides, such as amine borates. They split hydrogen into a hydride and a proton pair, and using a catalyst, we can on demand produce hydrogen or store hydrogen through chemical bonds. In our research program, we are trying to understand the fundamental steps towards rational catalyst design. We are using computer-aided catalyst design, and we are testing out our catalysts by reaction progress monitoring. For example, using transition metal catalysts, we are splitting dihydrogen into either metal hydride and protons or metal dihydrides to see if we can dehydrogenate amine borates. We are also using advanced NMR techniques to find out how our reaction progresses. Thank you for listening, and thank you for your attention.皆さんいかがだったでしょうか。野崎研究室での研究に少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。今日ほんの少しの短い時間だったので、よければこちらにある化学生命工学科だったり野崎研究室のホームページを訪れてもらって、で少しでも興味持ったらぜひ、メールなり何なりで連絡もらえると嬉しいです。それでは。